ただいまより2015水戸ホーリーホック新体制発表会見を始めさせていただきます。今年は昨シーズンの不甲斐ない成績を皆様のご迷惑かけたということもあって、今年は変えるということをさらにお願いしました。ライセンスが解けるときに J1 に必ずステージに立てるように、そういった気持ちで臨んでまいりたいということで、皆様方もそして選手サポーターを皆さん一丸となって戦っていきたいと思っております。今年は漢字にしました。ご覧ください、快勝です。みんなで青空を、大空を駆け巡ろうという願いを込めて快勝にしました。快勝は心よく臨床性の勝で、限りなく早くプレーしろ、早く走れる、また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 いろんなことするなということも要求してきました。では早速ですけれども、今シーズンのユニフォームの紹介をさせていただきます。新たな歴史の1ページとなる今シーズンを迎えるにあたり、パネルでのグラデーションという形で、原点のホーリーブルーをメインとしたシンプルなデザインというのを採用させていただきました。今までの歴史の積み上げ、それから共にクラブの着実な進歩ですね、これを夜明け、黎明というですね、夜明けという意味を表すために5段のパネルを積み上げた形で、グラデーションのデザインというのを形で採用させていただいています。次にフィールドプレイヤーのセカンドユニフォームになります。こちらはクラブ史上初めてですね、ピンクというカラーを採用させていただいております。水戸市の、そして茨城県の象徴でもある偕楽園の梅というのをイメージしたデザインになっております。フィールドプレイヤーのファーストの5段のパネルグラデーションですね、こちらをベースとして、カラーとしてはずっと続けておりますキーパーの定番カラーであります、ブラックがファースト、レッドがセカンドで、今回新たに、ね、昨シーズンまではスポット的に対応しておりましたイエローというカラーですけども、こちらを正式にサードのユニフォームという形で採用をしております。以上、新加入選手7名となります。今シーズンにまた、かける思いというのはより一層強くなりました。その中で、今日ですね、こうやって新しい、メンバーをこうやって迎えることができました。で、特に今年はですね、ポテンシャルのある選手、将来性豊かな選手というのを中心、そして走れる選手、戦える選手、そういうものをピックアップして、来てもらいました。そして昨年J2 リーグで勝ってこそ見える景色を見ました。しかしながら僕個人としては全く満足のいくシーズンではなかったです。そういう悔しい思いも含めてこの水戸の地で晴らせるように一生懸命頑張っていきたいと思います。今季はとりあえず水戸のためになる練習が 100% でやって、サッカー選手としても人としても成長できるように頑張っていきたいと思います。チームのために頑張ります。キムチパオで頑張ります。まだプロ2年目ですが、僕自身にとってはもうプロ2年目だと思っているので、この水戸でチャンスをいただいたので精一杯頑張りたいと思います。プロ1年目なんですが、早くでも試合に出られるように練習から 100% でやって、早く J2 で点を決めたいと思います。まず早く試合に出れるようになることと、あとはこの水戸というチームと一緒に自分も成長していけたらいいなと思っています。今年はプロ1年目ということで、開幕からスタメンを取れるように練習から100%で頑張っていきたいと思います。背番号は2番。まず僕の、持ち味っていうのを、試合で何度か、してって、チームに必要だと思います。ファンの皆さんのサポーターの期待に添えられるようにしっかり自分の役割を果たして、本当に守備の要として頑張っていきたいと思います。やっぱりサッカー一人じゃやっていけないので、チーム一丸となって、本当に味方を信じて僕はボールを受けるだけなので、そういう信頼関係であるっていうのをやっぱ大事にしていきたいと思います。
やっぱユニフォームをもらうってことはやっぱすごい嬉しいので、やっぱそれを着て試合に出るわけですから、やっぱ嬉しかったです。一試合でも多く試合に出場して、やっぱ水戸のために精一杯頑張りたいと思います。よろしくお願いします。浅井選手に熱い声援よろしくお願いします。どうぞ、よろしくお願いします。